パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだ。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。前線に兵が十分集まりましたね。彼らを含め敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。バフリーズ、そんな技を使うなんて。はっこの程度のものは技とは申しません。ただの剣の基本動作です。ただしその基本を鍛えなければ技も威力を失います。基本をお磨きなさいませ、アルスラーン殿下。まったく、バフリーズはいつもそれだ。それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めましたので達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいしましょう。指示に従って彼らを倒してください。なぜバフリーズは遠征に同行しなかったのだ。おかげで毎日稽古に付き合わされて散々だ。ここオート・エグバターナの守護がこたび私に与えられた任務です。殿下、これをお使いください。御身を守るのに役立つかと。
攻撃の基礎はできておられますな。次はこの老骨がお相手いたしましょう。こちらを献上いたします。どうぞお受け取りくだされ。私の攻撃を防いでくだされ。防御もお見事ですな。私の攻撃を避けてくだされ。さすがは殿下、良い動きでしたぞ。では応用と参りましょう。うまく敵の隙をついて攻撃すれば相手の体勢を崩せます。それでは私を相手に試してくだされ。私には厳しい言葉しかかけてくださらない。母上には昨日も稽古の話をしたが冷たく打ち切られてしまった。おお、素晴らしいですな。これで最後です。全力で私を倒してくだされ。無茶を言うな、バフリーズ。勝てるわけがないだろう。私に勝たねば稽古は終わりませぬぞ。学んだことを発揮すればよいのです。当たってくれ。こういうの誉れ高く方ですが、それも基本をしっかり学ばれたゆえでございます。しかしそれだけで父上のようになれるとは到底思えぬよ、ファフリーズ。私が立派な王となるため励み続ければ、いつかは父上も母上も認めてくださるだろうか。立派な王とは何なんだろう。見事です。成長されましたな、殿下。お主が鍛えてくれたおかげだ。ありがとう、バフリーズ。スルーシー、アズライール。おお、こやつらが帰ってきたということは。殿下、バフリーズ殿もお変わりありませんか。飼い主より先に殿下に帰還の挨拶とは、生意気なやつらめ。遠征ご苦労であった。皆無事だったか。当方の損害は警備にて。ユーフォーマルヤムに侵入したルシタニア軍を我がパルス軍が撃退しました。アンドラゴラス陛下のご帰還です。あ、マルズバーン・カーラン様。あっちはマルズバーン・クバード様だ。シャプール様もいるぞ。父上、ご無事で何よりです。遠一での戦、心配して。負けるはずもない。バフリーズ、留守の間の報告をせよ。
はっ。ルシタニア兵の捕虜だ。あんな子供まで戦に出すのかい。神のために戦うってやつでしょ。やるだボート教官。あまりこのような場所にお近づきにならない方が。なぜだ。せっかくルシタニア人たちと話せる機会ではないか。私は聞いてみたいのだ。外の国のこと、外の人間のことを。奴隷が逃げたぞ。うわあ。お前たち、これは一体。来るな。こいつを殺すな。なあ、お主、そやつを話してやってはくれないか。ならばお前が代わりに人質となり、私の逃亡を手伝え。わかった。こっちだ、来い。行け、アルスラン王太子を探せ。協力する気はあるようだな。約束は守る。いたぞ、あの奴隷だ。走れ、ノロマ。はしごを登って進むぞ。急げ。落ちないように進む必要があるの。行くぞ。なんと豊かな国だ。物と人があふれかえっている。ここは大陸航路の中心部だ。人々は飢えを知らずに暮らしている。奴隷が多いようだが。それはそうだ。奴隷の多さはこの国が豊かな証拠だ。まずい。ダリューン様にお伝えしろ。まだ捕まらないのか。まずいぞ、こんなことが宮殿に伝わったら。ここらで体力を回復しておきたいところだ。や。貴様らのように人の下に人を置く。我らが神はそのようなことは許さない。人は皆平等だ。平等。
殿下！アルスラン殿下、お怪我は？大丈夫だ。なぜあの者を撃つことをお止めになったのです？いや、つい。わかりました。私が撃ち損じたことにしておきます。あの者、なぜ逃げたんだ？おとなしく奴隷になれば食べるには困らないな。いつか殿下が大いにご即位なされましたが、登用していただきたい我が友人がおります。その者なら殿下の疑問に答えられるかもしれません。それは誰だ？あ、いや、口が滑りました。そやつはひねくれ者ゆえ、今の話はなかったことに。なんだ思わせぶりな。しかしな、ダリュン、まだこの先何十年も父上の王位は揺るがぬだろうよ。お主の友人とやらにはしばらく会えそうにないな。だがこれより3年後、王都エクバターナは炎と血煙に包まれることとなる。パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。緊張しておいでですから、殿下。カーラン、殿下にとってウィジンですから無理もございません。ご心配召されるな。こたびの戦はアンドラゴラス陛下自らご出陣の上、エーラン・バフリーズ殿もおられます。そして8名のマルズバーンにそれぞれ10,000騎、おまけにこの先のアトロパテネ平野の地形は全て把握しております。それに引き換えルシタニア軍は地形に詳しくありません。わざわざ遠い異国に墓を作りに来たようなものです。だが3年前と違い、今回パルスに助けを求める間もなくマリアムがあっさり滅ぼされたのはなぜだろう。それは分かりかねますが。アズライル、カーラン、アズライルの羽が湿っている。ここはこんなに晴れているのにおかしくないか。雨でも降るのか。まさかこの晴天で。初陣で尻込みしているんだろう。心配性な王子だ。もう一度偵察に行ってまいります。あ、頼むぞアズライル。お前はキシュワードのところに戻れ。東の国境ペシャワール城塞へ。大丈夫だよ、私は大丈夫。見事に何も見えないな。王子の言った通りになってしまった。あまり本陣を離れなさるな、殿下。この霧では一度道を見失ったら大事ですぞ。この霧は味方に不利ではないのか。霧であろうと吹雪であろうと、パルス騎兵隊の突進を阻むことはできませぬ。ご心配なさるな。アンドラゴラス王が率いる我がパルス軍は腐敗であることを殿下もご存知でしょう。エーラン・バフリーズ殿、急いで本陣へ。何事か。ダリューン殿が陛下のお怒りを買って大変なことに。なんと我が甥が。
ダリューンが。戦の前にそんなことでは全軍の士気に関わるではないか。すぐ行く。私も行こう。見損なったぞダリューン。そなたの口から退却などという言葉を聞こうとはな。陛下、私は臆病で申し上げているのではございませぬ。我がパルス軍の騎兵が極めて強力であることは諸国に知れ渡っております。それなのになぜルシタニア軍はことさら騎兵戦に有利な平原で我が軍を待ち受けているのでしょうか。何やら罠を仕掛けていると思えます。チリに暗いルシタニアの蛮人どもがか。ルシタニア軍に手引きする者がいれば彼らがチリに暗いとは言えなくなります。我が国の者が蛮人どもに協力しているとありえぬ。お言葉ですがありえることです。逃亡した奴隷が復讐のためにもルシタニアに協力するかもしれません。奴隷がどうしたと。何やら利口げな口を聞くと思ったら、あの追放者ナルサスめにろくでもない考えを吹き込まれたか。ナルサスとは友人ではありますが、ここ数年一度も会っておりませぬ。あやつが友人だとよく言った。何時のマルズバーンの任を解く。マルダーンとシールギールの称号を取り上げるのがせめてもの情けと思え。出て行け。ん？父上。呼びもせぬのに何をしに来たか。アルスラン、お前は引っ込んでおれ。この旅外者が体温ある陛下に口答えするとは何事か。陛下、不心得な負い目が失礼をいたしました。この老骨目がお詫びいたしまする。もうよいバフリーズ。ダリューン、復職の機会をくれてやろう。本陣付きの騎士としてこの度の戦に挑め。武勲次第で罪をあがなうこともできよう。ご幸運、感謝の言葉もございません。なんだ、まだおったのか。すぐ出て行きます。ご安心を。殿下にはとんだご迷惑をおかけしました。お許しください。構わないよ。お前は正しいことを言ったのだろ。はい、カーランドのも同じように考えておいでです。陛下にご忠告申し上げた方が良いだろうと。そうか、カーランは私の意を汲んでくれたのだな。国王陛下はもう少し王太子殿下に配慮があっても良いと思いますが、何かにつけ厳しすぎます。ダリューン、アルスラーン殿下のお顔立ちをどう思う。何を唐突に。国王と王妃とどちらに似ておいでだろうか。強いて言えば王妃様の方でしょうか。うん、そうか。なるほど、国王陛下には似ておられぬか。ダリューン、アルスラーン殿下に忠誠を誓ってくれぬか。何を今さら。私はパルス王家に常に忠誠を尽くすつもりでおります。殿下個人にじゃよ、ダリューン。わかりました。叔父上がお望みとあらば。剣にかけて誓うか。はい、剣にかけて。お前は我が国で五本の指に入るマルダンフ・マルダン。お前にだけは殿下のお味方であってほしいのじゃよ。殿下、この平原。まああまりにも広大です。徒歩よりも馬で進む方がよろしい。
ルシタニアの蛮族どもの勢い、侮れませぬが、闇雲に進軍してはすぐに囲まれましょう。周辺の敵を排除しつつ進むのがよろしいかと。守りを固めろ。奴らを通してはならぬ。障壁で道が塞がれておりますな。敵の邪魔さえ入らねば突撃で壊せるのですが。これが戦場か。殿下ありがとうございます。これで障壁を破壊できます。ヤシャスイン。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。ここにも障壁が。などに負けはせぬぞ。当たってくれ。当たってくれ。今だ。承知いたしました。ヤシャスイン。来てさえいれば雪辱の機会もあろう。このアトロパテムの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進めるのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。敵の勢いは激しい。これよりは皆で力を合わせて進もう。殿下に続け。突撃を行いましょう。さあ、ご命令を。分かった。ヤシャスイン。私に続け。殿下、止まってください。なんでこんなところに穴が。これは水。いや、油だ。ルシタニアの奴ら俺たちを火攻めにする気だぞ。
何なのだこれは。父上、ワフリーズ、ダリア、アスラヒール、誰か。どうなっている。報告ではこんな穴があるなど一言も。あの敵に囲まれている兵、負傷している。助けてやらねば。天下、よくご無事で。急ぎ本隊と合流しましょう。今なら無事であればいいのだが。ないところをありがとうございます。当たってくれ。まさか助けが来るとは思いませんでした。おい、いたぞ、パルスの犬だ。見つかったか。だがやられるわけにはいかない。ルシタニアの兵といるのだ。ゆえあってのことです。悲しく哀れな王子よ、あなたは何も悪くないが、ここで死んでいただこう。ダリウン、お守りするゆえ、私はアルスアン殿下をお察しろ。本当におられたようだ。おそらくかもしれないが、守って差し上げよう。わかりました。お重、エクバターナで再会しましょう。クガード殿、アルスラン殿下をお見かけしませんでしょうか。お重、知らんな。前線にいた気もするが、道は塞がれておる。進めようか。障害物を取り除くほかはなさそうですね。崩れた部隊を立て直し突破します。陛下、もはやこの戦いに勝ちはございません。お引きくだされ。バフリーズ、貴様は余が武人としての恥を知らぬと思うてか。明日勝つために今日の恥をお忍びくだされ。それに王妃様のおられる王手を敵の手に委ねてもよろしいとおっしゃいますか。さすがマルダーンフ・マルダーン、払うものなどありませんな。おお、ダリューン様、おかげで助かりました。
これだけの兵がいれば障害は取り出しはせぬ。これでしまいだ。しました。ようやく先に進軍できるが、殿下はご無事だろうか。国王が逃げたぞ。アンドラゴラス3世が逃げた。兵を捨てて腐敗の王が逃げた。パルスの軍旗は泥にまみれた。取り返しがつかぬ。まずい。兵たちに動揺が広がっている。このままでは。おい、大丈夫か。ダイアン殿、パルスラー殿下。殿下と。おい、殿下はどこにおられる。はぐれてしまったのですが。あちら、ルシタニア軍が近くにいます。早く殿下を。お主は確かにシャプール殿の元だ。ウルズバーンの町、ナヌーチュルク殿と入れたな。すぐに戦士を抑えました。シャプール殿は、シャプール殿までもやられたというのか。王が退却の命を伝えず、そのためで全員の士気が下がる。しっかりしろ、しっかり。ゆえあってのことです。悲しく哀れな王子、あなたは何も悪くないが、ここで死んでいただこう。何のことだ、カーラン。お助けいたします、殿下。裏切ったのか、カーラン。いや、まことパルス王国のためを思えばこそ、アンドラゴラスを王位から王位からに加担したのだ。そうか、わかったぞ。陛下への忠告を俺に勧めたのは貴様だ。俺が陛下の国境を攻撃してマルズバーンの任を解かれる。それを狙ってのことだな。その通りだ、ダリオ。お主は強いがアホではないな。だからこそお主に1万もの騎兵を指揮させるわけにはいかんのだよ。これでしまいだ。待て、ダリュン、話を聞け。今さら何を言う。国王陛下を裏切り、王太子殿下にこのような真似を。自称すれば気にしてて俺の行為を責めはすまい。
ここは一旦引くぞ。はっ。カーラン、なぜだ。カーラン殿下。父上はご無事だろうか。百戦錬磨の叔父がついております。ご無事で戦場を離脱されたかと。国王陛下も殿下の恩義を案じておいででした。父上が私を。早く王都にエクバターナに戻らなければ。しかしエクバターナへ戻るにはこのまま戦場を突っ切らねばなりません。マルズバーンたちがこれほど倒されているということは、エクバターナまでの道はルシタニア兵であふれ返っていると思われます。そうか。我が友ナルサスを頼りましょう。だがダリュン、戦場にはまだ我が軍の兵が残っている。彼らを見捨てていくのか。今のところはもうどうしようもございません。後日国王陛下と共に復讐戦を挑み敵を討ちましょう。よくもたばかりおったな。無敗の我が軍がかような下策に翻弄されるとは。陛下、耐えてくだされ。王と王妃様をお守りするためにも今は引き体勢を立て直さねば。ここまで来れば追ってもこれば。陛下、カーラーめぐ、うまくやってくれたわ。恥知らずに部下を見捨てて逃げおったか、アンドラゴラス。貴様のやりそうなことよな。王よ、お逃げくだされ。この老骨が防ぎます。敗残の老いぼれが。出過ぎた真似をするな。お前は何者だ。これほどの憎しみを受けながら相手が誰かも分からぬほど悪行を重ねてきたか。16年この日が来るのを16年待ち続けたぞ、アンドラグラス。